とあそこの橋の擬宝石って何だあの色なんですか。おはようございます。旭川駅周辺バス乗り場、今からですね、こちらが旭川の駅、今から五穀神社、旭川の五穀神社に行きたいんですけど、なんか東北バスでなんたらかんたらって書いてあるんですよ。で、五穀神社で前で降りましょうみたいなことを五穀神社のホームページ書いてあるんですけど、めちゃめちゃバス乗り場があって、どれがどれなのかちょっとね、わかんないんですよね。やっぱりいろんな五穀神社でもそうだし、いろんなところに行っても感じる、地元の人ならわかるホームページの書き方っていうのがやっぱ多いかな。だから全く知らない人が来た時に多分わからない。バス総合案内、あ、バス総合案内あるからここで聞いてみようか。五穀神社に来たいんですけど、はい、あとスイカって使えますか。バススイカは使えないです。使えない。現金になります、ね、なるほど。この鶴羽ビルなんですけど、はい、後ろの出口左ぐるっと回ったり、4番乗り場、はい、ここから、6番、あと88、11、522ってバス、はい、このバスで五穀神社前に行きました。あはは、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。でもこの近辺だけで乗り場がね、20いくつとかあるんですよ。10時4分で行きましょう。いや、このさ、結構行き当たりばったりでしょもう川端流で行き当たりばったりだからね。普段関東にいるとさ、電車ももう3分に1回とか来るじゃない。もうこっち1本ずれたら1時間とか平気で来ないからね。駅とかってさ、こう謎な モニュメントってこういうの置くんだろうな、必ず。こういうのって必要なのかな、よくわかんないよね。あ、パワーストーンらしい。パワーストーン。さあ、駅の反対側はこんな感じ。すごい、駅ビルで直結でイオンかな。まあ、どこに行ってもイオンですよ。いいんだか悪いんだか。バスで15分ぐらいですね、着きました。北海道五穀神社。北海道五穀神社、すごくない？え、めちゃめちゃお金持ってんな、北海道五穀神社。すごいですね、本当大通りのすぐ横ですね。あー、すごいな。なんでこの色なの、気になる。すごくない、なんでこの色なの旭山動物園もやっぱ行った方がいいのかな。でも行くべきなのかな。こういうのってさ、いつも思うけど、ちゃんと管理してさ、綺麗に読めるようにしてほしいなと思うんだよね。思わない？こんなすごくない？いや、過去一すごいぞここスケールがすごい。こんな、あり方間違ってる俺。そこの横からぐるっていくのかな。なに扉は少ししか入りません。ここに入りますので、参拝は必ずお閉めください。あ、なるほど。参拝するときだけ扉開けさせてもらえますか。北海道五穀神社、これで、3つですね、函館五穀神社を参拝し、札幌五穀神社、はい、北海道五穀神社、旭川来ました、もうこんな感じで、まあ、コツコツではありますけどね、日本全国実際に足を運んで護衛令の心出しを引き継いでいけたらなというふうに思っています。衆院長に、記帳していただきに行きたいと思います。あと、あそこの橋の擬宝石って何だあの色なんですか。はい、確認しましたら、はい、色はあまり意味ないです、ね、あ、そうなんですか。わかりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、やっぱり御神あれですね、あのその場で書いてもらうんじゃなくて、書いたやつを渡して
まあ仕方ないですかね、はい、で今11時、バスの時間等を 見ながら考えて、札幌までやっぱ2時間とかかかるんでね、考えて、動きたいと思います。